こんにちは、佐々木です。本日はメルカリブランクというキーワードで儲かる商品をリサーチしてみた。コロナウイルスの影響でこんなに大金稼げるのびっくりですよというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画ですね、室内で今すぐ人気あるね、ブランクですね。こちらちょっと知られていました。ぜひね、紹介させていただきます。はい、こちらですね、ブランコ子供と、キーワードにしてください。またこういった感じですね。はい、まあ、そうしますと、こういった風にですね、まあ、商品いっぱい出てくるんですけど、今回こちらちょっとですね、調べてみました。ちょっと値段高いですよね。はい、で、これですね、見ていただくとわかるんですけど、新品未使用品ですね。はい。で、ゆゆべり帰りに送ってるんですよね。はい。で、書いてあるとですね、家庭内ブランコですね、設置を。バンドですね。バンドがついてますね。このタイプですね、バンドついてたことで、まあちょっとですね、これを見ていただいたんですけど、まあ、これがですね、外国でちょっと売ってるやつを調べてみましたんで、これですね、この、サーチクイズ。これでちょっとクリックしてね、調べてみたんですね。そしたら出てきましたね。こちらの方に。はい。で、こういっぱいあるんですけど、まあ、特に条件がいいとかここで知ったので、ちょっと調べてみたんですね。はい。まあ、大きさはですね、これ全く一緒ですよね。一緒の商品ですね。一緒です。で、これで日本にですね、和訳してあるんですね。はい。で、これを見ていったらわかるんですけど、2つあるんですよね。これですね。こういった風に2つあるんですけど、こっちですね。ここ。で、これはですね、だいたい 59.85 ベルトとフックなんで、ここですね。で、この商品はですね、どれぐらい儲かるかってちょっと調べてみました。で、メルカリの商品2999円なんで、まあ、こっちの方でちょっと参考になると思うんですけど、まあ、こういった感じですね。まあ、愛想代こっちですね。商品と愛想代で、まあ、メルカリの代金がこちらになる。まあ、こういった感じで見てきたらと分かるんですね。はい。で、大体儲けはですね、まあ、629ですね、ここ。円ですね。で、この室内のグッズ、今、コロナウイルスって結構まだ厳しいじゃないですか。で、結構ですね、場所によって、まあ、メディカルでも結構売れてると思うんですよね。はい。で、ラクマ等でも売ってまして、まあ、こう室内グッズですね、まあ、こういった風な商品って結構ですね、人気あるので、まだまだね、売れますね。まあ、これよりもですね、利益出る商品実際あります。はい。ぜひね、まあ、こういった商品に出品していただければ儲かりますので、まあ、ぜひね、これフックも付いてるので非常にお得ですよね。ぜひね、出品して稼いでいただければと思います。ぜひね、試してみてください。はい。チャンネル登録お願いします。あとですね、悩み質問等ありましたら、登録後によろしくお願いします。今回動画は以上となります。最後にご視聴いただきましてありがとうございました。